so はい、えー、こんにちは2月の13日木曜日の株と為替の売買シナリオでございます現時刻が3時37分5秒という時間帯でございます、えー、さて本日は午前の9時からでございます日テレニュース日本テレビさんの日テレニュース24マーケットニュースに出演させていただきました、えー、日本テレビさんのホームページに出ておりますので、えー、鈴木里香子さん、えー、アナウンサー,ーでございます 部ととといいうところでございますがちょっと今日は先にをしておかななくちゃいけないといいけとううふうにに思います、えー、先に恥ずかしながらでございますがこちらに日本テレビさんのところに思いっきり様想レンジ出ておりますけれども2万4100円と番組内でもちょっと期待値を込めましたというふうふにして申し上げたんですが2万4000円の壁というのがですねやはりちょっと仰ぎ見るようなか形になりますでしょうかね、えー、なかなか日経平均株価も上進性を強めるような動きにはならないというところが、えー、本日の東京市場でちょっと改めて感じたところで ところではあるんですがさてじゃあこのちょっとまあ、言い訳ではないんですけどもねまあ外れは外れでございますけどもエクスキューズとして、えー、別に申し上げるつもりではないんですが本日の東京市場始まる前でございます、えー、ちょっと日経平均株価の上値が重くなってしまったという一因一つの背景にこちらでございますがクリック株365でちょっとご案内させていただきたいと思いますが さてこの時間軸でございますけれども、9時前の寄り付きでございました、も,もちろん、えー、サイミックスシンガポールなどでの日経22個先物、かなり上値も重かったというところなんですが、やはり中国での新型コロナウイルス、えー、さらに感染者の方々が、まあ、大きく増えたというところで、かなりアルゴトレードなどで短期的な動きでリスクオフに動いたとおういう解説が聞こえてまいります。ドル円レートもも今日ででししたたらら本来でしたらね世界の株式市場米国主要産出も非常にいい 現状で最高値更新だというような動きの中で、じゃあ、本日の東京市場はどうなのかと、ちょっと後ほどご案内させていただきたいと思いますけれども、特定の情報通信銘柄の動きというのはあるものの。 グローバルダウンサイドリスクというのはかなり低減しているのでそれに加えて1ドル =110 円水準を維持しているというような東京市場の株高に向けての柱というのが期待されていたんですがこうしたところでぐっと下がってしまったというところでその後でございますけれども日経平均株価今度はブルームバーグチャートでご案内させていただこうと思いますがその後はなんとか2万3900円台までなんとか押し返したものの 5番のザラバにおいては2万3 7 0八円860円、えー、こちらの方はブルームバーグチャート5分足でございますけれども最終的には2万3827円で終了とおいうところでその後、やはりじりじり じわじわと下がってしまったというところでございました。800円台を何とか維持させてというふうにしてですね、まあ見てはいたものの、ええー、まあ大きなまあ昨日の引けの水準からもですね比べてもまあ大差がないというところでちょっと方向性を、えー、模索しているような状況が続いている。でこちらの方が日経平均株価、株式市場の動向とおいうところでございます。で、えー、FX 為替市場において、あとその前に明日でございますけどもね、SQ ございます。日経225のオプション。 でございますけどもこちらちょっと出来高の方を見てみました、で日経均株価の方でございました、やはり方向性模索という形では、こちらの出来高のところでの傍聴、えーまあ、体を見ても。 まあ、ロールオーバーなのかなというふうにして思いますのが2万4千円のコールの出来高なんと1万2千枚と2万4125円2万4250円この辺のところが6千枚4千枚というところで2万4500円超えのところの水準までは、まあ、売り買いかなり出来高膨張していると、まあ、売る向きもいれば買う向きもいるただしこれロールオーバーもあるんじゃないかなというふうにして見ておりますが一方で下値においてのプット えー、2万3500円で1万枚を超えてますというところで、まあ、このあとその手前ですけども、2万3625円のところでも4000枚というところで、まあ、大体、まあ、2万2000円のところも、ゲームセラもこれ、5000枚を超えておりますけども。 えー、2万2万二千円を今ちょっと意識するという形センチメント、2万3千円を意識するというセンチメントはちょっとないのかなというふうにして思いますので、えー、ざっくりとでございますが、2万3500円から2万3250、まあ、円ぐらいまででしょうかね、えー、この辺の上下限を見て、うんまあけまあ、オプションのいろいろ。 テクニカル的な売買をしているんだとは思いますが、まあ、以前のようにです、ね、上値においても下値においてもかなり出来高が膨らんでますよと、いう,ふうにして、以前申し上げた経緯がざいますけれども、現在においては現行のストライク水準から大きく乖離しないで出来高の方が膨らんでいるというところだと思います、やはりこちらの方も方向性を模索しているんじゃないかというような市場センチメントは日経225のオプションからも、明日 SQ でございますけれども、ね、こちらの方からもまあ考察。 できますよというところでちょっとご案内させていただきました当社の取引画面内ございますのでご自身でも一度チェックしていただければというふうにして思いますさてで FX のところでございますけれどもまあ、南アフリカランド円ちょうど今200日移動平均線をめぐる工房だとか昨日のニュージーランドドル円、えー、見通しについては 今までの利下げ見通しよりもかなり低減化したというのは前回の買収などでも申し上げましたが全般的に外為市場で今、話題になっているのは今週でございますけれどもじわじわと2月の10日だったと思いますけれどもね、えー、こちちらでございますもうちょっと古いニュースで大変恐縮ですけども、えー、といっぱいドイツの新聞でも出てますが CNBC さん のところで、ところですでこの方は皆さんメルケル首相だよねというふうにして、まあ、すぐにイメージしていただけるかと思いますけれどもクランプ・ガレンバウアーさんとこういうところで CDC ・キリスト民主党の党首でメルケルさんの後継者とこういうふうにして言われていたわけでございますけれどもドイツの国内政局の動きにおいてこのグレンバウアーさん もうやめますということをおっしゃってというところでドイツの政局不安というところでは実は前月比、前週比でございますけれどもユーロ、じわ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 と対主要通貨において売られているという経緯がございますでちょっと短期的なところ、まあ、まあ皆さんご存じのところかと思いますけどもちょっと俯瞰的な形で週足のチャートでございますけどもユーロ円ですね。これ2000 2017、えー、年からあ2016年の7月ぐらいからありますけれども、えー、ユーロドルにおいては1.05水準を襲うんじゃないかというふうにして言われているのが現行においてはユーロドルでございます、えーまあ、ちょっと個人的にはそこまで行くのかよというふうにして見てはいるんですけれども、ユーロドルの動き、そしてユーロ円が今が119円の35銭、だいたいユーロ円を取り組みの方の方が多いかと思いますけれども、115円を意識するような動きになっている。 ちょっと上値の重さとしては警戒すべきなんじゃないかという,ような見方も徐々に出てきました、えー、そうしたところでは、まあ、ドル円以外のです、ね、クロス円などもこの辺のところは相関係数200日終値比ではだいたい0.8から0.9非常に密接度高いですのでユーロ円の動きですね直接お取引なされなくてもちょっとご注意していただければというふうふに思いますさて、ということでこれを踏まえてでございますが今夜の欧米市場の焦点は何なのか今回の売買シナリオこちらでご案内させていただきたいと思います。 ははい、えー、まずはドル円からでございます、先ほど申し上げましたけれども、ユーロドルが今、1.08の70ぐらいの水準というところで、ユーロ売りドル買いというような動きが強まっている中で、どの程度までドル円に影響してくれるのか、牽引してくるのか、ちょっとこの辺が3つでございます、もちろんユーロ円の圧迫というところもありますので、えー、総裁されたらいい分化というのは見方にもなってくるかと思いますが、えー、今回のドル円、109円の75銭から110円の15銭とさせていただきました、予想レンジです。えー A B B 案、勘案いたしました。えー、まずは A 案。 新規買いというところで109円の75銭で買いたい期、現在が109円のちなみに80銭ぐらいでございますが9の75で買って、丸の丸5で売る、110円の丸5銭で売る30銭幅はねない、でリスクの方は15銭しか取りたくないということで109円の60銭とさせていただきました、えー、チャートで見る限りまり、あ、非常にシンプルに、えー、ちょっとご理解して,していただければと思いますが2月の8日、ないしは11日の安値とこういうところです、ここがちょっと割れたらい旦万歳と。 ですね、この辺の水準に割れたら万歳というふうにして見ております、えー、厳密には2月の11日の戻り安値は109円の65、6銭だったと思いますので、この下を狙ってストップハンティング的な動きになるのか、ないしは輸入需給等で押し返すのかどうかが、下値においてのポイントというふうにしてみております。一方ででで上値においいいいてでございますが、110円をなななかか超超ええそうで超えないという、と まあはっきりしないような状況をついておりますが、この辺のところはニュー今夜の指標のところでもオプションカットなどもございますが、こうしたところの時間帯で高が外れるのかどうか、一応チェック、横にらみというんでしょうかね、留意しつつ、B 案は110円の10銭で売って、109円の80銭で買い戻す、30銭幅狙い、でリスクの方も30銭ということで、110円の40銭とさせていただきました。 たら まあここは一旦万歳という,ふうにして見て見おりますで今夜の経済指標でございますけれども、注目しておりますのは CPI、消費物価指数でございますけれども、もう一つは先週のウィークリーレポートでちょっと書かせていただきましたので、あまり重複してもしょうがないとは思うんですが、えー、ジェリー・シェルトンさんとこういう欧州開発銀行の米国代表の方、以前もちょっと申し上げましたけれども、金本位制を掲げていらっしゃると、これちょっとテレビでも申し上げたんですけれども、ちょっと変わった博士という言い方 なるんでしょうかね。この方と、えー、そしてでクリストファーウォーラーさん、えー、セントルイスレンギーの調査部長さんでいらっしゃいますけども、セントルイスレンギーのブラード総裁の部下、えー、セントルイスレンギーのブラード総裁といえばですね、利下げ利下げで利下げ志向をお持ちの方です。まあ、この方は2022年まで FOMC の投票権ないですが、この2人をなんとトランプ大統領は 次期 FOMC の理事候補として送り込もうというところで今夜でございますが、深夜24時です、公、え、聴、ー、会があってで、そうしたところでは、えー、一部の報道ではございましたけども今まさに民主党の候補として、えー、いろんな形でぶつかり合いをしています、民主党の候補人上院議員さんたちからもいろんな質問状を浴びせられていると。 ただしこの辺のところはうまく逃げるんじゃないかというような、えー、一部観測もございますが、この二人は、要は、利下げ志向派でございまして、トランプ大統領から、えー、まあパウエル FRB 議長、 の資格とまではい、言わないまでも、えー、利下げ、はと派をですねまたまたその FRB の内部に送り込もうとする人事配置とういうふうにして警戒されております、えー、うかつなことはおっしゃらないと思いますが、じゃあそのうかつなことは何なのかというと、利下げでございますので、基本的には米国株式市場の方にはこれプラスになってくるだろうというようなところでは教科書的な見解なんですが、為替市場においてはドルの上値重さが、まあ 募ってくるさらに高まってくる増幅してくる可能性ありますよというところでございますえー、24時で米国株式市場にとってこれがプラスになるんだったらばある程度リスクオンの動きになってくるかもしれませんがちょっとこの辺のところはどういったマーケット反応するのか分かりませんので一応24時というところはご注意いただければというふうにして思いますその他でございますけどメキシコ中銀継続してちょっとまたまた利下げの思考を持っておりますのでメキシコペソ円お取り組みの方はご注意をいただければというふうに思いますこれは朝方の4時でございますねえー、ご注意いただき はううはい、えー、そして今度は東京金融取引所クリック株365、現時点、日経225指数が2万3740円ぐらいの水準でしょうかね。ということで、今回こちらの方も売り買い待機とさせていただきました。 23,725円から23,850円の予想レンジでございます。125円幅レンジと、値幅というところで考案いたしました。A 案の方は23,725円で買って、23,825円で売る100円幅狙い。リスクの方も100円位置ということで、23,625円。2月の11日の上昇起点のところが割れたら一旦万歳というふうにして見ております。一方で上値においてでございますけれども、23,920円どころでしょうかね。トトリプルトップ。ルッ もうちょっと厳密に申し上げますと2月の8日の前でございますので7日の部分のところですけれどもこの時にも2万3950円水準アプローチしてますがここの水準がやはりなかなか超えられないとこういうところを意識して2万3850円で売って2万3750円で買い戻す100円幅狙いリスクの方も100円いいということで2万3950円この2万3925円水準を超えて1月22日の高値内緒は23 3日の高値、2万4000に向けての動きが強まってくるようだったら万歳とこういうところ、えー、損切りとこういうところでの今回の売買シナリオ、ストラテジーとこういうところでございます。さてで、本日の東京市場、日経平均株価のところでございますが、やはりどうしても話題としては避けきれないところだと思いますが、SBG。 9984。え99、本日は日経平均のマイナス強度としては63円33銭押し下げで寄与してしまったというところでございました。で、一方でファーストリテイリング9983の方は今日は日経平均を49円71銭。まだざっくりとですけども50円幅ぐらい押し上げた方いうところでございました。コロナウイルスに関しての感染の方 というところで、まあ、ヘッドラインニュースでアルゴトレードなどでどうしてもこれ反応したんだとは思うんですが、えーまあ、下がったところは結構しっかりだったのかなというふうにして思うんですが、ちょっと微妙なところが33業種中12業種は値上がりしたものの21業種は下がってしまった。えー、そして、えー 値上がり銘柄数が878に対して値下がりが1100とこの辺のところ、ちょっと業種の方では値上がりの方が非常に少なかったんですが、えー、プラス失礼、上昇ないしは下落、東証一部の値上がり銘柄数、値下がり銘柄数というところでは、えーまあ、値上がり銘柄数の方が確かに多かったんですが、この辺はどうなんでしょうか、ちょっとちょっと抗状態というふうにして申し上げてもいいのかなというふうにして思います。 思うんですが、えー、クリック株365でのニューヨークダウ現時点がマイナス122ドルというところでちょっとまあ下押し懸念の方が強いのかなというイメージでございますがコロナウイルス云々というところよりは徐々に徐々にでございます、えー、週末に向けての調整感、それと、えー、先ほどの為替のところで申し上げましたけども 米国の消費物価指数1月分ですね、こちらの方が少し上昇というような形になっておりますので、消費物価指数、CPI が上昇というようなマーケットセンチメントならば、 えまあこれも教科書的なところでございますけれども、利下げの整,、えー、整合性というのは非常に希薄になるわけでございます、えー、それとまあコロナウイルスに関してでございますけれども、えー、これもちょっとお昼過ぎでございますけれどもね、ね検査キットに関して不具合があるんじゃないかというようなまあ報道、米国の疾病対策センター、これ、米国内で出ておりましたので、えー、期待と現実的なところ、まあ、ちょっと今までのところは期待が進みすぎていた部分があったのかもしれませんが、えー、冷静な判断が必要になってくると。でそれと今 まあこれもちょっとベタ記事かもしれませんけれども、えー、香港、えー、においては来月の 来月ですからね、ちょっと私も最初、えっと思ったんですけども、3月の16日まで、えー、香港の学校、まあ、いろんな児童、自宅待機ということで、3月の16日までは学校閉鎖だというのも、ちょっと私は驚いたんですが、えー、そうしたところから現実的なもの、ちょっと先々のダウンサイドリスクというものに関して、アジア株ないしはアジア市場、ファーイーストの感応度というのを、ちょっと気にし始めているのかな、もうちょっと足元見始めたのかな、そんなところも感じるような、本日の東京市場、振り返り での欧米市場への影響とこういうところでご留意いただければという,ふうにして思います。 はい、えー、それでまだちょっと気が早いのかもしれませんが、今日は13日というところでございますけれども、来週の17日の月曜日は、プレジデント・デーということで、ニューヨーク市場、お休みでございます、まだ今日はそういった動きないとは思いますが、明日14日になってきたときに、欧米市場、特にニューヨーク市場ですね、3連休前に大きくポジションを、えー、エントリーしてくる、新規にエントリーしてくるというよりも、縮小の傾向の方が、明日強い、えー、というのが、アノマリ的なパターンでございます。でそれを前倒しして大ききなな動きがなかった。 だったら今夜だってそうした動きが0%ではないよということもですね、ちょっと片隅に置いといていただいてお取り組みいただければというふうにして思います。以上2月の13日木曜日の株と為替の売買シナリオでございました。